リコージャパンでは社員一人一人が生き生きと活躍し、イノベーションを創出することで企業力を向上させ、社会の持続的な発展に貢献することが重要と考えています。このような考え方からリコージャパンでは以前から経営戦略の一つとして、ダイバーシティ&インクルージョンとワークライフマネジメントの取り組みを進めています。そして、さまざまな個性がより一層輝ける企業を目指して、エクイティという概念を取り入れました。社員が直面するさまざまなチャレンジや状況に応じてサポートすることが企業文化に欠かせないと考え、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンとして一層取り組みを強化しています。今回は福井支社で活躍する3名の女性社員に、リコージャパンでの働きやすさや働く環境についてのインタビューをまとめました。福井県内でパートナーである約15社のお客様の担当営業をしています。業務内容はお客様への営業活動はもちろん、お客様への提案や営業施策の企画から運営まで担当しています。女性が働くということに対してすごく積極的で、いろいろなことをやらせてもらえる環境が整っています。営業施策の企画から運営、実施まで任されていて、自分がやってみたいと思ったことをやらせてくれるような感覚があります。自分がやりたいと思ったことにチャレンジできるのはモチベーションが上がります。それと休みが取りやすいというのも感じます。有給休暇の取得をためらうこともないですし、好きなタイミングでリフレッシュできるのはとてもありがたいです。お客様との接点が多い仕事の中で、こうしたい、ああしたいといったことが浮かんできます。上司や組織メンバーに相談しながらプランを固めて施策として打ち出すことも可能です。リコージャパンは働く、そしてそれが自己実現につながっていく、そんな場所だと思います。お客様はもちろん、周りの仲間たちと協力しながらより良い社会を築いていく、それがひいては自分のキャリアアップにつながると思っています。お客様へ営業活動を行うメンバーを支援する業務を担当しています。お客様の期間業務やグループウェアなど、難易度の高い提案活動や案件支援を行います。いろんな勤務形態を選択できますので、非常に働きやすいです。子どもがいるんですが、小学校3年生の学年末までは短時間勤務を利用できますし、始業と終業をシフトして勤務するシフト勤務制度も1日単位で利用することができます。また働く場所もリモートワーク環境が整っているので、出先や自宅でも勤務することができるのも非常にありがたいですね。あと時間年給制度も助かってます。1時間単位で有給休暇を取得できますので、家族の用事で少しだけお休みしたいなといった柔軟な働き方も可能です。社内にはさまざまな研修や教育ツールが揃っています。集合研修などももちろんありますが、教育用ツールは動画コンテンツで用意されていて非常に分かりやすいです。また動画も短い時間で閲覧できるように、切りが良いところで章立てされているので、隙間時間を使って閲覧できるようになっていて、家族のための時間を確保しなければならないときにはとても便利で助かっています。もちろん周りのメンバーとも互いに助け合いながら学んでいっています。私は本務としては福井支社越前事業所の業務サポートをしております。事業所の管理とともに営業の方のサポート、またカスタマーエンジニアの方の日常のお仕事のサポートを行っております。それと兼務としましてですね、採用担当と SDGs キーパーソンとしての業務も行っております。この2つは学生さんであったりですとか、お客様と深く関わる業務にもなりますので、自社の取り組みをまずはやっぱ勉強してからですね、その内容を積極的に発信するようにしています。プラスとしまして、昨年はですね、福
井事業所が移転するということになりまして、2023年12月にオープンをいたしました。その事業所 の企画推進ということで、移転プロジェクトに参加をさせていただきまして、完成した今はライブオフィスの運営を担当させていただいています。この事業所の立ち上げに関してはですね、やっぱり福井支社としてもとても大きな事業でしたし、リコージャパンだけではなくて地方創生の施策としても重要でしたので、企画から運営まで携われたことはとても光栄でしたし、自分自身とても大きな自信につながったと思っています。リコージャパンでは全社的に見るとまだまだ女性社員数が少なく、数的マイノリティであることは否定できません。だからこそ長年にわたり女性活躍推進にフォーカスしたダイバーシティ&インクルージョンに取り組んできました。全国的に見て福井県は共働きの家庭が多い土地柄ですし、リコージャパンでも福井社が先頭になってさらにダイバーシティ&インクルージョンの活動を進めていきたいと思っています。さまざまな人がそれぞれの違いを受け入れてつながっていること、そして自分の個性と強みを生かしてお客様へ提供できる新しい価値を共に作り上げていく、そうした企業文化がやがて新しいイノベーションを生み出していくと考えます。さまざまな個性や強みを生かして新しい価値を提供し続けるリコージャパンは、これからもお客様に寄り添いながら一人一人が輝ける企業を目指していきます。